アヤコが大穴に身を投げた。ヨキザミの御事は迷いもなく後を追い、彼女の腕をつかむ。アヤコ、お前が選べ。神をその身に宿せば、お前は死に、神は再び封印されるが、将来にこの悪業は繰り返されることになる。しかし、神を魂に宿せば、神の力を手に入れる代わりに永遠に苦しめられ、やがて飲み込まれる。私は…これが私の選択ですから。逃げるくらいなら全て壊してしまいましょう。サイカを授けましょう。犠牲すなわち神聖、この時から救済をもたらします。これが神の恩恵です。ヨキザミの御事はマガツガミを呼び寄せ、島の人間を皆殺しにした。貴様はそいつと似た気配を漂わせているな。まさか凶暴者なのか。皆の者構え、おやつを直ちに処刑せよ。火星の島の諸君、会うのは久々だね。病で寝込んでいたせいで、確かに君たちへの指導を怠っていたが、藤原家の礼節まで忘れてしまったとは。清明殿に再び手を出すようなことがあれば、島の中心で無期刑を受け、骨肉を剥がされ、二度とそこから出られることはないでしょう。そうしたらまだ私を喜ばせることができるかもしれないな。当主様、当主様が招いた客人だとは知りませんでした。大変失敬いたしました。よい、過ちを改めることこそ我が藤原家の守り人にふさわしい行為だよ。部下の失礼をお詫びします。改めて清明殿を歓迎しましょう。私は藤原の道の、ただの病弱な藤原家の当主です。体の具合でめったに戦に赴くことはありませんが、平安京のために最前線で戦う清明殿を深く尊敬しています。清明殿、暗闇の中にいる私どもにとってまさに灯台のような存在です。平安京を守りし大恩人、院の半身を分離させた鬼人、開国の侵入を阻止した奇策士、鬼王と組み交わす白虎の子、神々の戦を終結に導いた大英雄ですが、ぜひ私にこう呼ばせていただきたい。未来を照らす導き手と。車の用意はできました。私と共に加瀬の島の真実を探りたいと思いませんか。我々の導き手よ。